漢字は、ハイチの中央県、三レ郡に位置する、僻地の小村。漢字には、アメリカ合衆国の援助で建設され、パートナーズ・イン・ヘルスが運営に当たっている病院残ラサンテがある。漢字は、国道3号線沿いにあって、自動車で到達することができ、水力発電用のダムによる、人造湖ペリグル湖のほとりに位置している。当地に居住した著名人には、ポール・ファーマーや、 宣教師、フリッツ・ラフォンタンがいる。半径7キロメートルほどの範囲内に、およそ3万人が居住している。1979年、ラフォンタン氏は、米国製公開アッパー、サウスカロライナ教区の第6代主教、ウィリアム・エーベッカムと会って、協力関係を結んだ。ほどなくして、漢字の草に覆われた。 乾いた丘の上に、ボン・ソブール教会と名付けられた教会が開設された。1981年、カンジュにおけるエジェスクによる医療支援の最初の派遣が行われた。1980年代半ばには、エジェスクが組織した土木事業によって、上水道が整備された。その後、クレムゾン大学によるセドックの事業によって、水道施設は更新された。 諸施設の建設事業によって、総合診療所、眼科診療所、歯科診療所や総合病院が開設され、地域の女性に就業の機会を提供する法制作業所も設けられた。エジェスクは、アドプト A ビレッジと名付けたプロジェクトによって、15以上の学校をこの地域に開設した、浄水道整備への支援に感謝する名版。2012年撮影。 2009年、セドックは、ザンミラさんで病院やエジェスクと協力し、患受公営水道事業に取り組んだ。患受における水道施設の更新と拡充のために、エジェスクは120万ドルの資金を提供した。1年半ほどの間に、9カ所の噴水施設、延べ20万ガロンの貯水能力を持つ4カ所の大規模水槽、 ついたちあたり14万4000ガロンの排水能力を持つ強力なタービンが設置された。浄水は幹事の急峻な斜面を全長2マイルほどのアレンメッキパイプを用い、ポンプによって1100フィートの飛行を押し上げられている。このシステムは2012年6月から稼働している。ハイチクレオールでアートセンターを意味するサンアートは1980年代に ジャッキー・ウィリアムズが起こした施設である。アートセンターは、地元ハイチの芸術家たちに、訓練と修行の機会を提供し、彼らが制作した作品の販売も行っている。販売されている品目の中には、針仕事、絶妙なメモ用紙、敷物類、ハイチの伝統的な人形なども含まれている。これらは、オンラインで画像を見ることも、発注することもできる。 漢字のアートセンターでも販売されている。漢字のアートセンターサンアートありがとうございます。